どうも皆さん。じゃがいもです。マリサだぜ。今回は、1.18 で追加された新レコードのアザーサイドの最も簡単な探し方を、皆様にご紹介します。今流れている曲が新曲のアザーサイドだよ。では、早速新レコードの探し方について、解説したいと思います。早速解説。まず、レコードについてさらっと解説します。レコードは全部で16枚あるぜ。レコードはジュークボックスで再生することができます。最初の14枚はダンジョンのチェストの中で入手することができるよ。スケルトンやストレイの矢で倒されたクリーパーもレコードを落とします。レコード無限回収装置を作ってレコードを収集するのが一番楽です。レコード無限回収装置の作り方は動画概要欄のリンクを参考にしてね。あとの2枚はクリーパーがドロップしないレコードです。ピグステップは 1.16 で追加されたレコードだよ。ネザーにあるピグリンの砦の遺跡の中のチェストから入手することができます。チェストから入手できる確率は Java 版が 5.6%、統合版が 3% だから、かなりレアだな。ピグリン砦を探索しまくれば、いつか入手できます。入手難易度は一番高いかも。そして、この最後のディスクがレナレイン、アザーサイドだぜ。アザーサイドはエンド要塞のチェストか、1.18 で追加された地下ダンジョンのチェストの中から入手することができます。1.17 までに読み込んでいない新規のエンド要塞を探すのも手なんですが、古参プレイヤーほどエンド要塞を探索し尽くしているので、新たにエンド要塞を探すのは面倒くさいと思います。というわけで、地下のダンジョンのチェストから入手した方が、楽だと思う。ただ、広い地下ダンジョンを探し回ってレコードを見つけるのは非常に困難です。かなりレアなディスクだから、なかなか見つからないしな。そこで、モッドを使って探すことをお勧めします。リプレイモッドを使って探そう。リプレイモッドのリンクは動画概要欄を参考にしてね。使い方について、解説します。まず、右下のスタートレコーディングのボタンを押しましょう。押すと、左下に録画を開始しましたというメッセージが表示される。左下のボタンがストップレコーディングになっているはずです。ボタンを押します。スタートレコーディングの表示になれば OK です。ゲームを終了してタイトルに戻り、右上の完了をクリックする。モッツボタンの右隣にあるリプレイビューアーボタンをクリックすると、リプレイを見ることができます。こうすると、地下部分がスケスケになるので、ダンジョンのチェストをすぐに見つけることができるぜ。Z キーを押すと、暗視モードに切り替えることができます。統合版だと、コマンドでスペクテーターモードみたいにできるらしいよ。うぷ主は統合版のことはよくわからないので、詳しくはググってください。地下ダンジョンのチェストはスポナー部屋の中にあるので、探しやすいよ。なんか、豆腐みたいな建物があるので、すぐにわかります。スポナー部屋にだいたい1個か2個チェストがあります。あとは F3 を押して座標を表示して、地上から直下掘りしてくれば OK。直下掘りする際に溶岩があると死んでしまうので、念のため耐火のポーションを持っておくと安全です。地下のチェストの中にも 1.17 までの14枚のチェストが入っているので、見つかる確率は低いが、地下ダンジョンにしかないので、ある意味探しやすいとも言える。今回紹介した方法が間違いなく一番簡単な探し方だと思います。ちなみにうぷ主は3個目の部屋の中からレコードを見つけたよ。異常に運が良かったのか、意外と見つかる率が高いのかはわかりませんが、リプレイモッドならアメジスト、ジオードや鉱脈を発見することもたやすいので、レコードを探さない場合にもおすすめ。何か探し物をするときにはなくてはならない非常に便利なモッドです。というわけで、新レコードアザーサイドの最も簡単な探し方の解説動画でした。いかがだったでしょうか？今回の動画が、少しでも皆様の参考になりましたら幸いです。レコードおしゃれな曲が多いよ。マルチなどで友達を家に招待する場合などに盛り上がるだろうね。私みたいなぼっちでも家でかけると幸せな気持ちになります。皆様もぜひレコードコンプしてみてください。謎の達成感があります。個人的にはピグステップが好きだよ。かっこいい。他にもマイクラの動画をいろいろ投稿していますので、よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。
Twitter のフォローやメンバー登録もよろしくね。それでは皆様、最後までご視聴、ありがとうございました。Thank you for watching. See you next time. またね。